はい、どうも、ヤスです。それでは、アサシンクリード4、ブラックフラッグ、実況プレイやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、続きだ。日曜日の朝、何今やってんだろう。船員募集中。海賊として成功を望むなら、エドワードは船員をジャックド号に集めなければいけない。ということらしいなんで、行きましょう。らしいなんで、行きましょう。さあ、船員を集めよう。うららら。覚えてないね、久々だから。1週間ぶりか。ん、ちゃ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 、来た。武器をも奪って万兵を倒すっていうサブ目標もあると。了解です。あれでももう終わってるっぽいね。酒場に行くってなってるけど、もう終わってるんじゃない。ん、あ、まだ終わってないか。なんかサブ目標あったね。武器を奪って万兵を倒す。万兵ってどこにいるの。あれか。一回だけやろうか、ちょっとサブ目標。あ、いや、あれ万兵なの。どっかに書いてある万兵の。あ、これじゃない、これじゃない、これ、間違えた間違えた、ごめんなさい。ちゃうちゃうちゃう。万兵、まあやってるうちに出てきたらやろう。なんか見当たんないし。おお、登れない。よいしょ、ほい。ほい。上でやりたいな。ほい。よいしょ、よいしょ、ういっと、オッケー。あ、行くんだったら上がいいな。よいしょ、トイ、着きました、ゼイト。よし、これで海へこぎ出して海賊ができるぞ。観測所って知ってるか。ああ、大昔の伝説だ。エルドラドや若返りの泉みたいだね。聞かせてくれ。元は神殿が墓らしい。お宝があるって話。俺だ、見てみろ。おいおい、黄金よりおとぎ話に興味がある。黄金よりいいぞ、サチ。スペインの船を略奪する数万倍はどうかる。あの王様から盗んでみんなに分け与えるってやつ、儲けの出ないザレ事だ。なるほどね。これ自体もうやってたんだね。いや、もう覚えてない、久々だし。いろんなゲームやってるから。 OK ですか。ナッソもこんだけのね、サブ目標ができるんですよ。いいね。さあ、でも海賊っぽくていいね。お宝をね、こう、あれ、やっと今さ、目標ないんだっていうの。あー、あれ、雇うってできるよ。でも目標は DNA トラッカー。あー、ちょなんかできなかったっけ。まあ一回か、よくわかんないけど。とりあえずはあの目標に地点に行けってことやな。あー、でもさ、ここのさ、ごめんなさい、また戻っちゃって。じゃあ私さ、これやっぱ好きなんだな。これが好き、やっぱり。一日一回見ても見飽きない。みんなの木箱を叩く感じが好き。よし、やっとうか。なんかよく言うし。うん、了解。最大まで補充。今お金いっぱいあるし、いいんじゃない。最大まで補充で。
あ、もう全部行ってるんだ。最大までもう補充してるってことね。やってるんだね。なんかちょくちょくやったくしね。お金で契約して。了解。あのさ、上に光ってるじゃん。あれが船員の歌っていうのを集めると、溜まって、おう。いけるかなぁ。あんま失敗するんだな、これ。ちょっと気をつけて気をつけて。うまい具合に行くか、ちょっと。上行け、あれ？あっち側から走っていった方がうまくいきそう。助走なしはきついね。よいしょっと。おい。助走なしはちょっときついので、あ、よいしょ。あそこの光もそうだね。記憶を集めるたび。しかし、一回ちょっとこれやってみっか。あー、ブーメ、いけ、取ってみせる。あれを取れるかどうかが問題だ。よいしょ。うーっそ。頑張れ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。無事な、まあ、あれをね取っていくとどんどん集めて何でしょうかね、あの歌が更新されるってことね。まあただ今回はてか前回もやらなかったっけあれ結構難しいんだよね。よしと、さあとりあえずはメインミッチョ、メインミッチョンだ、行くぞ。なんだこれ、おい、ミッション開始。なかなかおしゃれなポッチ箱だ。苦味っぽいぞ、ホーニーゴールド。羨ましいのか、俺のがでかいか。いや、このジャマイカ産タバコのせいさ。スペイン産の方がいい。それは相当かっこいい船に乗ってるじゃないか。よし、正しい走らせ方と正しい獲物の襲い方を教えよう。サッチ、例の漁村で落ち合おう。ああ、ん？船に乗り込むと積み荷を盗める。積み荷は港の長の、元か船長の早。操舵者はいないのか。自分の船は自分で操舵するようで。この方がいい。さあ出発進行だ。今さら教わることもない。一緒に主略戦で何度も獲物を襲ったか。襲撃に加わるのと襲撃を指揮するのと違いは、挑戦を探そうじゃないか。荷をたっぷり積んだ船だ。その望遠鏡でスクーナーを探すんだ、ケンベル。その船がどんな荷を運んでいて、どのくらい強いのか、大まかに把握できる。望遠鏡を使え、ケンベル。スクーナーは小さいから、肉眼じゃ見つからないんですよ。出たね。よし、接近させろ。へぇ。捕まえたら、敬意を保持し、決して相手にこびることなく、敬意を要求する。こうしてやわなことに、獲物にはいつも前がぶち切れて自分たちを真っ二つに切り裂くがわからない野郎だったという不安を親の中に常に抱かせることが違う。 OK、 じゃあ行くよ。さあ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 、戦いの始まりだぜ。このね、戦員の歌がどんどん変わっていくんですよ。さっき失敗したものやっていくと最高。ん？ちょっとストップストップ。ちょっと待って、ちょっと待って。敵がそこにいるんだが、ん？何これ？発射か、旋回砲。へぇ。パブスルとキルを畳め。パブスルを張れ。あー、ちょっと待って。あ、出た。あれを、あれでマーカーを設置って何？あ、こういうことができるってことね。量刑まずはあいつだ。やっつけてやろうじゃないか。これで旋回砲発射でき、ちょっとまあでも距離があるな。行くぞ。どの大砲を撃っても構わん。次に命中させろ。
ただし沈めるなよ。沈めちゃいけないけどね。海の底から積み荷を回収するのは当たり前だ。了解。優勝。狙いはあいつだ。くらえ。オーケー。攻撃準備よし。侵入禁止エリア。捕まれ。おお。衝突に備えろ。狙い狙い狙い。撃てます。撃て当たってる。オッケーオッケー、いけいけ、戦いだ。なんか波動砲とかあるけど、波動砲じゃねえな。あれどうやってやんだろう。このボタン全然ダメだ。逃げた。うぅ、うまい具合に。撃て。損傷を受けた。撃て。スタートだな。解放の準備。倒した。外れた。倒した倒した。倒して、あ、沈んじゃった。これさ、なんとか発射ってどれでやんの？これでやんの？あー、これでやるんだ。で、合わせてやり方が慣れてないね。了解了解。メインを張れ。おお。何を壊されたか持ちこたえられる。これぶつか、無力化するんだ。攻撃準備成長。了解了解。行くよ。おお、いった。これでも無力化したも同然でしょ。あれ無力化してないの、まだ。さあ外した。うん、外した。おお、おお、ちょっと待って。違うんだよこれね。何、普通に船を倒すだけじゃダメなのかな。そうじゃないのか。ああ、難しくね。やり方は少しは分かってきてるが、はい、了解了解。その船がどんな荷を運んでいて、どのくらい強いのか、大まかに把握できる。これをからかってるのかな。今使ってる使ってる。いた。ん？当てづらい。というか、まだ船がそんなに。よし、接近させろ。あ、いたいた。よし。これ。了解。うん？連鎖弾は定めて撃つ。ダメだ。敵戦を減速させる。了解だが。お！うまい具合いってるか、どこへ。うまい具合にいってるね。船が来るぞ。攻撃準備。これとりあえずぶつけて。マジか。ちょっと待ってちょっと待って。左がある。風を減らせ。うぅ、あれをどうにかしてやる。全ての方に風を受けるんだ。もうちょっと粘るな。もうすぐ準備できる。
これでもさ、倒しちゃったらいけないの。命令を待ってるぞ、船長。くぅ、粘るな。逆側から行ってこっち側を行きの落として回って狙いを定めて、かなり損傷を受けた。今すぐに無力化した。よし来た。あっぶな。うん、接近して S で乗り込み、全積みの入手を試みる、または撃沈して積みの半分に。よっしゃ、ようやくここ来た。なんか苦しいんだこの船の運転は。あ、 S 長押し、 S 長押し、 S。 うん、円来てる。 E で使うとか書いてあるけど何を使うの。これか。ん、うまくいってない。あれ、あ、これ大砲だ、大砲。なるほどね、了解了解。これで大砲を使って私が行こう。乗り込むのは私だ。行かせてくんさい。行けるか。おお、来た。よっしゃー、さあ始まるスカイだ。始まりだってやられてる慣れてないね、まだ。ほいほいはい、さあ始まる時間だ。剣がいいな。ちょっと待って、まあいいや。うい、素手でいく。勝った、イエス。俺の名前はオーニコール、彼らは俺の船員たちだ。我々も諸君らと同じ船乗りだが、敵はかなり。我々の狙いは略奪そのものに他ならないが、おとなしく言うことを聞いていれば諸君らの誰にも被害を加えないと約束しよう。分かった。ノメマテシャニョン、デモファミリア、セロソプリコ。英語を話せる者は。英語はちょっとだけ。君のお友達に伝えてくれると。我々は積み荷が欲しいだけで、石ころのようにしていれば暴力は振るわない。もう一度。クソ、参った。船蔵へぶち込め。奪えるものは全て奪え。かっこいい海賊だね、まさに。乗り込み中この船をどうしますか。解体してジャック。おお、そんなこともできるんだ。ラム酒と砂糖を港の王さんのところか船長室で売却すると 200R ゲットできる。まあとりあえずこれ修理。いいですな。おお、沈んでた沈んでた。なれろ、稼ぎたかったら今日のうちに何隻か獲物を探そう。ん、戦闘中はって、もう戦闘終わってんじゃないの。メインを張れ。あ、まだ始まった。エンジェルの砲を下ろせ。あら、そう、これやってけと。どん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 。ちょっとさ、その前にちょっと待って、外せて考え。あ、ちょっと待って、あれ、あーマジか。ちょっとさ、武器変えたいんだけど。やんなきゃいかんか。了解了解、やろうじゃ。ちょっと個人的にはさ、武器をちょっと変えて戦いたいな。やっぱ剣の方がね、海賊っぽいよね。素手で行く海賊とかさ、おかしいわ。マジか。やってけと。次、うまい具合にやりたいね。さあ、行こう。まずは、こいつがどのぐらいかチェック。スクーナーレベル4 25 25、木材と布を持ってるか。それなら私がお前を略奪。オッケーだ。グッバイ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 、おグッバイ。
燃えてはいないか。燃えろ、もう燃えた燃えた、よし、燃えてる燃えてる燃えて、沈んじゃったし、あ、タイミング遅れた。いや、沈んだか。2体いたな。くっそー、1体の方がいいな。あれで行こう。さあ行くぜ、あれで攻めれば。おお、狙いとしてはね、いけるか。またでもこれ2体ぐらいいるとさ、やりづらいんだよね。そっちいけるか。うまい具合に狙いを定めて、当たりづらい。待て待て待て、狙いが、ういオッケー、狙って、うわ、一撃もしかして、おお、ほんまに S 長押しって言ったけど、もう終わっちゃってるよね。早っ、強いね。ちょ、またあ、なんか投げちゃった。あ、お金を投げるとかできるんだけど、金投げちゃったじゃん。お金もったいない。ちょっと待って、あ、できたできた、ようやくできた。まだまだちょっと操作方法が慣れてないね。ていうか慣れては、よし、あ、右に伏線もいるね。副船長、助ける探るとかあるけど、あ、なんか探れるんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、うん、大丈夫？さあ行こう。よし、あ、でもやっぱ探るってできんじゃんか。ちょっと待って、ちょっと待って、使われ、全部結構した、踏ん張れ踏ん張れ踏ん張れ。さあそしたら行こうか。あとは積み荷がど、あの、なんだろう、大砲やると一発で死んじゃうのかな、敵は。いた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 、慎重に行こうね、慎重に今度は。よし、オッケー、さあ今度は慎重に行くぞ、こいつね。あ、でマーキングして慎重に行こう。うわー、2体か3体いる。ちょっと待った、そしたら逆を、こいつをマーキングして、行くぞ、慎重に。あ、待った、おーしょ、あー撃ち上がった、落ち着け、狙い、撃て、再装填中、よーしょ、燃えた、燃えてない、まだ、燃えた燃えた燃えた、いけ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 、ぶつけていけ、奴らを攻撃できる、いけー、よし、始まったぜ、暴れまくるぜ、今度も私が行く、おい、もうね、こんだけやっていけばだんだん慣れてきたよ、見と気にしない。さあこの暴れ馬やつが、もういい、行け、お前一人で行け、迷わんぜ迷わんぜよ、ほら、おいよ、そらせ、カモンベイビーな、あーっとっと、あれ、話すのどうやったの、オッケー、おお、始まってきたか。さあさあ、おい、あ、それそれ、いやー、オッケー、さあ始めた、来い、ユウ来い、ユウ、ユウ、ユウ来い、あれあれ、できない、来い、はい、落ちた。さあまだ始まる時間だ、はい、おい、はい、来い、はい、来い来い来い、おーし、さいやー、
いいね。もちろん修理する。ちょっとまずストーリー聞かないといけないんで言わなかった。もう好きね、あんた。そんなにやられたいの？やられたいとやっつけちゃうけど。ああやばい、もっとガンガン行こう。助けるって言ったけど、お線かける1増えた。うえ、オッケー。ちょっと今日は、撃たれた撃たれた。なんなの、しつこいな。ユウしつこいね。ユウしつこいよ。おやばいやばい。うわーぶねー、この野郎、あの野郎、まったくもーひどい。マジっすか。あまり見てみるなよ。お、踏ん張れ。大丈夫？あぶねえ。あぶねえ、まったくもう。目標地点に行くまでにちょっとこんなに苦しんでてしょうがないよね。よし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 、大丈夫大丈夫。ソルトレイク。あそこ行くんだね、目標地点。ちょっと長い道のりがまた待ってると思うんで、今回じゃこのぐらいにして、また次回もやっていきたいと思うんでよろしくです。次はね、操作方法を覚え直してからやります。どうしたんだ、ちょっとやっぱりこう何作品もやってると忘れちゃうね。はい、ではでは次回の動画で。チャンネル登録をしていただくと、次の動画が出た時にすぐに気づくことができます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方はドーンと出てるこのチャンネル登録ボタン、スマホや携帯の方は画面の下にありますチャンネル登録ボタンでよろしくお願いいたします。私は全10作品毎週放送してます。その中にきっと皆さんが楽しいと思える動画があるはずです。ぜひね、こんなボリューミーな世界でゲームでがっつりどっぷり使ってですね、私と一緒に楽しんでいきましょう。